第549号、いよいよコロナの収束か。2023年3月20日、やっとコロナから解放される状況になってきました。桜前線が北上する季節で、今年は暖かく桜の開花も早いです。久しぶりのマスクなしの生活ができます。しかし花粉症という問題もあります。コロナが発生した時、この収束には3年はかかりますと予測いたしました。ちょうど3年で今収束に向かっています。たくさんのコロナ医療従事者の方にはお礼を言いたいです。70歳以上で年間三大疾病で約130万人、令和3年の統計がなくなるのです。もちろん多くの年寄りが含まれます。最近までのコロナの年間死亡数約7万人です。この数値は全年齢対象。連日の感染者と死者のニュースが大きく報道されました。異常だと思った時や当然だと思った時がありました。コロナで70歳以上の方が多く亡くなると思いますが、コロナから持病が重くなるようです。原因はいろいろあるでしょうが、今ではネガティブに考えるのではなく、三大疾病のように捉えても良いのではないでしょうか。人間が生きていくためには、病気との戦いは避けることができません。若くして病気になる方もいれば、若い時は病気にならなくても必ず、年を取れば病気になります。人間界の三大疾病とは、第一位がん、第二位心疾患、第三位脳卒中です。案外と気にしていないのが忘れられている感染病です。今回のコロナもそうでしょう。また鳥インフルエンザ等も怖いです。ただしどんな病気でも最大の注意は必要で、かからないように注意して生活していくことです。5月のゴールデンウィークも間もなくやってきます。久しぶりに羽を伸ばし楽しいものにしてください。